はい、始めました。伊藤リアの目指せポケモンマスターへの道。今回はポケモンカード151をゲットしましたので、そして今回の151のダーンファイルがあります。リュウがね、真ん中にいてめっちゃ可愛いんですけど、今回のこのポケモンカード151はですね、初代の151匹のポケモンが収録されているカードとなってまして、このファイルがですね、1番から151番の図鑑番号が入った特別なファイルになってるみたいなので、カード自体も結構タイプ別に番号振られてたりとかするんですけど、ポケモンカードって今回は図鑑番号で番号が振られてるっていうちょっと特別なカードになってまして、普段ね動画見てるけど最近のポケモンあんま知らないんだよなっていう方も、めちゃくちゃこう馴染みのあるポケモンとかが出てきたりするのかなと思います。で、まあ今回この特別なファイルがあるので151匹ポケモン集められるかな、やりたいと思います。イエーイ。151が発表された時からもうずっともうめちゃくちゃ楽しみにしてて、まあ私ゲームとか最近のやつやってるんで、別に最近のポケモンわかるんですけど、やっぱりね昔からいるポケモンの方が自分にとっても馴染みがあるので、すごく今回は欲しいカードいっぱいあるから楽しみです。ではやっていきます。結構ファイルゲットしたの久々かもしれない。いつももうケースに入れちゃってるから、最近は。じゃーん、かわいい。しかもね、ポケモンのこうシルエットがわーってあるんですけど、中身ちょっと見ていきます。すごい、すごい、見て、じゃーん、番号が振られてる。すごい、ポケモンのシルエットと番号がちょっと見えんのかなこれ。ここにちょっとまあちょっと重なっちゃってるんですけど、23とか21とか一個一個に番号がちゃんと振られてるので、これごとにこうファイリングしていくとこのポケモンたちが集まってくると。わあ、このさ、ポケモンシルエット当てクイズしたくない？わかるよ全部。楽しい、見てるだけで楽しいんだけど、シルエットなのに。じゃあちょっと早速パック開けていきたいと思います。はい、ということで、1ボックス目早速開封していきたいと思います。今回に関しては初代のポケモンがいっぱいいるからね、欲しいのがありすぎるカードとして。さあ、サンド可愛い、サンドも好き。コイルいいね。いや、もうみんなわかるじゃん、もうなんか見覚えある顔しかいない。ボニータ可愛い。これは普通の、わかりますかね、このモンスターボールのミラー仕様になってるんですけど、1箱に1枚だけマスターボールのミラーが入ってるらしくて、それがねちょっと何のポケモンについてるかめちゃくちゃ楽しみですね。ほら、あったドガース、アサイホーンね、いいよね、自信使えるから。ウツドム、メタモンだ、メタモンかわいい。これもめっちゃ面白いんですよ、かわいい。見える、ここにいるの見える、みんな。ちょっとねパッと見どこにいるか分かんないんだけど、メタモンもね、いつもカード出るたび面白い特性持ってるから。わあ、いいな、懐かしいポケモンいっぱいいる。と言ってた、私は初代を世代じゃなくてやってないんですけど、もしかしたらねやってる人多分いっぱいいるかもしれないから。あ、ベロリンガとか、うわー、ブーバーとか懐かしい。あ、これはモンスターボールだ。あ、ラッキーじゃん、来た、ラッキー、かわいい。この特性めっちゃ面白くて、ラッキーボーナスっていうので、サイド、まあポケモンカードっていうサイドを全部取ったら勝ちっていう、そういうゲームなんですけど、こうサイドにこのカードを取った時にベンチに空きがあるなら手札に加えて前に使えて、このポケモンをベンチに出す、その後コインを1回投げて表ならさらにサイドを1枚取れるってことで、より早く勝ちに進めるってことなんですよ。このデッキやりたい、これ作りたい。なんか動画とかで見たんですけどめっちゃ面白かったから。今回トレーナーは何人かいるんですけど、やっぱり一番人気なのはエリカちゃんかな。エリカの正体っていうカードがあってめっちゃ人気ですね。ピカチュウ、クラブ、マンキー、お、スリーパー、あっ、むせちゃった。スリーパーにマスターボールが来た、見て、めっちゃいい。これさ、何がいいかってさ、マスターボールって紫色なんですよ。だからこの超タイプのポケモンにマスターボール来たのが結構いいなっていう。熱いなって思ってちょっとむせちゃった。そしてカメックス EX が
きました。いいですね。今回多分御三家が EX で入ってると思うから楽しみ。ちょっと揃えたいな、御三家の EX 楽しい。いいねいいね。あ、かわいい。 EV じゃないか。かわいすぎる。え、雷中かわいすぎる。これ携帯に挟みたい。まあ今回欲しいカードめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、 SR だったらエリカの正体が欲しいんだけど、もう一つ榊のカリスマっていうカードがあって、スペシャルアートレアだったらエリカの正体より榊のカリスマが欲しくて、めっちゃかっこいいのそのカードが。本当にみんなマジなんでっていう人もいるかもしれないんだけど、私は榊のカリスマが欲しいんです。どっちかというと、あとアートレアっていうねやつがあるんだけど、アートレアだでも何着てもいいな。でもミュウツーとピカチュウとコダックが特に私はすごいいいなと思って、特にピカチュウは絵柄が発表されてからもう絶対これは手に入れたいってすごいずっと思ってたので、ピカチュウアートレア。うわー、見て、ミュウツーのアートレアが来た。だってミュウツーのアートレア欲しいって話した 0.5 秒後ぐらいに来ちゃったんだけど、どうしよう。いや、これがスペシャルアートレアじゃないの意味わかんなくない？街を見下ろしてるミュウツーがいます。いや、めっちゃこれかっこよすぎる。うわ、嬉しい。アートレア、あと御三家もいるから、人影とかね、不思議だねとか、ゼニガメとか、ここら辺もね誰着てもいい。いや、でもリザードン好きだからリザードン欲しい。そう、人影ちょっとかわいいな。あ、ブースター、ブイズもねいいね、めっちゃ欲しい。うえー、かわいい。オムナイト、アートレアが決まって、かわちいすぎる。やっぱアートレア。あ、しかもシギマナ EX が来た。いいよ、 EX かぶってない。めっちゃいい。いや、前回神引き、まあ前回のね皆さん動画見たかわからないんですが、見てない方はぜひ見てほしいんですけど、前回まあ超絶神引きをしてしまいまして、本当にその後どうしようもない不幸に遭うんじゃないかってすごい心配だったんですけど、全然幸せに暮らしてます。本当に大丈夫です。結構心配してくださったんで皆さんが。いや、でもさ、その分の運がちょっと今回ないかもしれないんだよね。前回でめちゃくちゃ使いまくったかもしれないから、今回は期待できないかな。いや、でももう結構半分ぐらいやったかな。あ、モンジャラもね、アートレアあるんだよね。めっちゃ可愛いんだよ、それも。え、可愛い！プクリン EX だ！見て！可愛い！やっぱプリンとかプクリンとかさ、いつの時代も可愛くない？そしてワンニキ。え、ワンワン可愛い。え、ビードルめっちゃ笑ってんだけど、こんな笑ってんのあんま見たことない。かわいすぎん。あ、ロコンのミラーだ。ロコンとかキューコンとかめっちゃさ、いいよね、キャラクターデザインが。うわやっぱさ、このチャンネルってすごいルージュラに愛されてる気がするんだけど、気のせい。ヤマがね、好きなんですよ、ルージュラが。で、ヤマと開けた時にルージュラが来て、騒いでたんだけど、ちょっと今日いないんだよな。うわー、いたらよかったな。ちょっともしヤマがこの動画を見て欲しいんだけどって言ってきたら、あげようかなと思います。いや、今回に関してはね、EX の SR でも結構ね、まあリザードンとかもあるんですけど、ミュウとかも。それとかね、めちゃくちゃかっこいいからね。うわ、マタドガスとか。うわ、ニドキングいいね。いいよね。好き。やっぱ馴染みあるな。ヤマガンかわいい！あれ、アートレアって3枚入ってるのかな、これは。あと1枚あるかな。で、ミュウツーが来たから、目当ての。あと、ピカチュウ、コダックとか来たら結構嬉しいな。で、人影も嬉しいな。おー！カメールだ！かわいい！やっぱいいですよね。御三家いいよね。めっちゃかわいい。見て。もうさ、海のキラキラ感多分、動画で言うと見えてると思うんだけど、めっちゃ綺麗じゃない？すごくない？映画みたいな質感してるんだけど。めっちゃかわいい。わー、カメールいいな。うミュウツーかっこよ！こんなかっこいいことある？いや、やっぱいいわ。ミュウツーってさ、どんなさ、こう、ポケモンとか出てきてもさ、永遠かっこいいポケモンにさ、トップ10以内に入るくない？めっちゃずっとかっこいいなって思ってるんだけど。あ、サイクリングドロード。サイクリングロードだ。スタジアムが来た。ヘルシアン。そう。今回、その、榊のカリスマっていう
カードのスペシャルアートレアにペルシアンが、ね、寄り添ってるイラストなんですけど、めっちゃいいんだよな。それマジで欲しいんだよな。さあさあ、おっ、来た、出た、ガルラ EX です。これ作ったデッキ面白いんだよちょっとガルーラ組みたいな。マシンガンパンチっていう技があるんだけど、コイン4回投げて表の数かける100ダメージ。これだから400出るから、火力が400ってないんですよ HP でだからほぼ気絶させることができるっていう、めちゃくちゃ面白い運試しデッキが作れるんですよね。いや、これ作りたいんだよな。めっちゃいい、面白い。最後です。うわ、カラカラ懐かしい。うわ、ポリゴン懐かしい。かわいい。ニョロボンと、あ、カメールが来た。あ、これで最後です。終了。一箱目終了しました。はい、ということで一箱目の結果はこんな感じになりました。SR はルージュラ EX が来まして、マスターボールのこのミラーはスリーパーに。で、アートレアはカメールオモナイトミュウツーが来て、私はミュウツーのアートレアめっちゃ欲しかったので超嬉しいですではちょっと、まあ今回ねファイルも持ってるので図鑑番号順にファイリングしていきます。はい、ということでじゃーん、ファイリングしてみました。ここにいっぱいいるんですが、結構ね、まあ最初の方の番号は意外とまあいるんですけど、でもここの3件揃ってないんだよね。リザード、リザードンがいなかったわ。あと結構後ろの方のね番号がほら結構いなかったりとかしてて、多分ミュウとかただのフリーザーとか全然いないのも結構いたので、ちょっと2ボックス目開けてこれを全部埋めていきたいと思います。2ボックス目開封していきたいと思います。あ、忘れてました、今日はラブカスがいまーすまあでもね、さっきファイリングしてみてやっぱ出てないポケモンがちょっと欲しいなっていうので、まあフリーズサンダーとかさ、あとミュウ EX が来てないな。そういえば大目玉ですよ今回のパックの。だってミュウだからね、今回ミュウ EX来てくれないとちょっと困っちゃうかもしれない。あとやっぱピカチュウ、お、プクリン、君は来たよもうまあ可愛いしいくらあってもいいんですけど、いやちょっとダブっちゃったな。まあでもいいな、可愛いから許す。あとアートレアもピカチュウとコダックがねすごい欲しいから、まあワンボックス3枚入ってるということなので、そこを2枚引きたいなって感じですね。いや来るかな。あ、来た、シャワーズだ、かわいい。そう、ブイズもねあんまりブースターぐらいしかね引けてなかったから、シャワーズいいやん、いいやん、どんどん集まってくよ。え、でもどうなんだろう、皆さんはゲームやるときとか図鑑めっちゃ埋める派なのかな。私埋めない派なんだよね全然。あ、サンドさん、イエーイ、どんどん集まってく、かわいい。そう、私なんか結構もう強くする方が好きで、あんまりポケモンをこう全種類集めるとかはゲームでしないタイプ、どっちかというとバトルとか好きなタイプなので。ドデマン、オムスター、オムスター、ムサボール、あ、ええー SR が来ました、かっこよー。今回の EX の SR はめっちゃかっこいいよマジで。でもハイドロポンプじゃないのさちょっと意外なんだよね、ツインカノンなんだよ。いやでもリザード EX 来てないからさ、そっちの SR ちょっと待ってたところはあるけども、いやでもいいですね、かっこいい。やっぱ御三家はね、御三家にしか出せない良さがあると思う私は。ミッツ、イーブー、あ、食べ残し、あ、これはモンスターボールのミラーだ。デッキに入れてみたら面白そう。あ、リザードじゃん、来た、リザードー、だよー。これでリザードが来れば御三家は全部揃うはず。リザードン、トカゲ、ウーバー、お、ゴースト、あー、これはモンスターボールだー。いや、ゴーストでマスターボール来たらちょっと良かったな、熱かったな。おい、ルージュライン EX 来ましたね。先ほどに引き続き今回はちょっと普通バージョンのルージュラ EX だった。さあ、でも結構さっき見てないポケモンが来てるような気もしてる。いや、気のせいかもしれない。あ、ニョロモンだってね、なんかニョロモンとかもいたけどニョロモンいなかった気がするんだよね。
ビビード。あ、え、トモタマもあれだよ。初めて見た気がするよ。おー、ゴーリキーの、このなんか微妙なニュアンスいるのめっちゃいい。かわいい。ゴーリキーが引っ越し手伝ってくれてるのめっちゃかわいいんですけど、どう？めっちゃくない？いや、やっぱアートレアマジでいいな。ただ私はアートレア、ピカチュウとコダックが欲しいところではあるので。あ、オムナイト、君は2枚目だよ。オムナイトが来た。アートレア、いやでもかわいい。アートレアでもあと1枚かな。あ、来た、サンダー EX だ。うわ、めっちゃかっこいい。すごい、いいじゃん、めっちゃいいわ。めっちゃ嬉しいですね。あ、初めて見たよ、エリカちゃん。あ、かわいい。ショートの女の子かわいいよね。あ、カイリュウも見てないな。カイリュウもね、ノーマルカードなんだけどめっちゃかわいくて。さあさあ、どんどんいきます。あ、あー、ベロリンガにマスターボールがちょっと見えてるんでしょうか。わかんないけど、かわいい。あれ、アーテリアあと1枚あるんだ。何が来るんだろう。お、来た、ガルーラ。いや、やっぱこれデッキを組めということなんじゃないですか、これは。いや、ちょっとミュー引いてないぞ。それは大問題ですけども。アートレア最後何に来るのか。ピカチュウ、コダックが欲しいけど、どれ来ても嬉しいです。そう、サンケでも嬉しい、正直。あ、モンジュラちゃん、かわいい。結構かわいい。見て、アートレアのモンジュラ来ました。このね、ブランコ、自分でブランコしてるモンジュラめっちゃかわいいんだよな。最後のパックを開けます。よーぞ。あ、ノッシード、ノッシー、ムスター、あ、ノッシー2枚目。はい、ニドリーナー。はい、こんな感じかな。はい、2ボックス目こんな感じになりました。いやー、ちょっと個人的にはですね、やっぱ御三家のこの EX の SR は、まあカメックスに限らず、ミザードンとか、シギバランとかもそうなんだけど、めっちゃかっこいいから、今回、マジで。モンジャラも、なんか初めて見た時に、ね、自力ブランコしてるモンジャラ。めっちゃ可愛くて好きだから。いや、でもちょっとね、欲しかったアートレア出なかったから、それは悲しいですけど。そう、ガルーラ来てくれたし、これはもうデッキ組みたいなって思いますね。はい、ということでファイリングが終わりました。じゃん、こんな感じでいっぱいファイリングしてだんだん集まってきたんですが、すごくない？圧巻よね、でもマジで。ちょっとなかなかね、全部は埋まらなくてですね、まあ、まずリザードン、リザード EX ですね。結構やっぱ EX がなかなか出ないから、そこがちょっと埋まらなかったのが多くて、まあここはね、ここだけでいいから、ちょっと全部埋めたいなっていう感じではあるんですけど、あ、でもここがエレブなんですけど、EX じゃないんですよ、ノーマルなんだけど来てないの1枚も。これちょっとエレブだけは欲しいよね。やっぱミューですね、ミュー EX も来てないから8枚埋まってないです。そのうち2枚はノーマルのはずなんだけど、埋めたいな。埋めたいなっていうことで、実はですね、ちょっと今回は時間かかっちゃうので2ボックスで終わりにしようかなと思ってたんですが、なんとか埋めようということですね。しまっていた3ボックス目、まああと20パックですね、20パック爆速で開封してですね、もう全部、まあちょっと EX は難しいかもしんないけど、さすがにちょっとエレブとカイリュウは引いていきたいなと思います。もうね、ちょっと欲しいものは分かってるので、ちょっと爆速で、ね、見ていきたいと思います。もうエレブと、おー、キャタピーアートリア初やん。嬉しい。あ、来た、キューコン EX、 やったー、もうこれが欲しかったんよ。あ、おい、オムナイトマジで全部のボックスで入ってる。この間のね、あの動画でね、みんなが使ってるね、デッキを引いてみたんだけど、なんかすごい面白くて、結構意外なデッキが多かったというか、まあ今の環境が、これだけ一番強いみたいなデッキがないというか、みんなそれぞれ強いっていう環境だから、白龍のアートレアめっちゃ可愛い。ちょっと一番嬉しいんだけど。結構みんなね、意外なデッキを使っててすごい面白い。あ、エレブ来たやん。
なんで出なかったの逆に謎なんだけど、よしよしよし、皆さんデッキを教えてくださってありがとうございます。あ、不思議そうだ、マスターボール、いいやん、御三家で来るのめっちゃいいな。iPhone、 おー来たー、あーボックお勝ちです、ありがとうございます。わあ、ファイリングできるよ。おお、あー、カメックス EX の SCR SCR だ。ここに来て一番の大当たりが来ました水タイプに愛されてるのかな。なんで帰り、おい、おー、嬉しいマジでこのパックでミュウが出ないと話にならないですからね。いや、めっちゃ嬉しい。え、海流マジで来ない、なんでや早速ファイリングしていこうかなと思います。アーボック EX が入りました。キーコン EX だね、ここにエレブ、ブーバー。よし。やっぱこの二人はね、セットでいないと。そして最後。いや、ここでしょ海流めっちゃ惜しかったのに。ミュウ EX が入って、151番が埋まりました。ちょっとね、あと、1、2、3。まあ、あと多分ここでしょう。4。埋まんなかったですね。4体のポケモンで埋まったんですが。でもね、結構、埋められたんじゃないですか。いや、めちゃくちゃ綺麗だよ。楽しい、見てて。ほら。すごーい。はい、ということで、まあ、結果はちょっとね、あと4枚ぐらい揃わなかったんですが、いや、でもめちゃくちゃ、こう、入れてくのとか、こう、集まってくるのを見るのめっちゃ楽しかったので、本当に大満足です。見てくださってありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもぜひ見ますんで待ってます。バイバーイ。